稲村の日、稲村の日は、1854年、嘉永7年、安政元年の安政南海地震津波に際しての出来事をもとにした物語。地震後の津波への警戒と、早期避難の重要性、人命救助のための犠牲的精神の発揮を説く。小泉役物英語による作品を、中井上造が翻訳、再話したもので、文部省の教材公募に入選し、 1937年から10年間、国定国語教科書、国語特本に掲載された、防災教材として高く評価されている。元になったのは、木の国広村、現在の和歌山県有田郡広川町での出来事で、主人公、五兵のモデルは、浜口義兵、五両である。村の高台に住む昭屋の五兵は、地震の揺れを感じた後、 海水が沖合へ退いていくのを見て、津波の来襲に気づく。祭りの準備に心を奪われている村人たちに危険を知らせるため、五兵は自分の田にある刈り取ったばかりの稲の束、稲村に、松明で火をつけた。火事と見て、消火のために、高台に集まった村人たちの眼下で、津波は猛威を振るう。五兵の起点と犠牲的精神によって、村人たちは皆、 津波から守られた。1896年、明治29年、小泉役も、ラフカディオ・ハーンは、英語によって、エイリビング・ゴッドを表した。西洋と日本との、神の考え方の違いについて触れた文章であり、この中で人並み外れた行を行ったことによって、生き神様として慕われている奇襲有田の農村の長、浜口五平の物語を紹介した。 小泉役雲は作中にも触れられている明治、三陸地震津波の情報を聞き、この作品を記したと推測されている。ただし、地震の揺れ方や津波の襲来回数など、史実と異なる部分も多い。また、地震から復興を遂げた後、五兵が存命中にもかかわらず神社が建てられたとする、点は誤りである。広村の隣町である湯浅町出身で、 浜口義平らが創設した大級中学校の卒業生である中井上造、中井常造、1907年、明治40年12月12日から1994年、平成6年1月24日は、和歌山県市販学校在学中、英語テキストで小泉役物、A リビングゴッドを読み、感銘を受けた。1934年、昭和9年に、 文部省による国語教科書の教材公募、当時は国定教科書が行われた。当時は南部町、現在の日高郡南部町の南部小学校で訓導を務めていた中井は、エイリビングゴッドを児童向けに翻訳、再構成し、もゆるい名村として応募した。中井の作品では、具体的な年代や場所などの記述が省かれ、普遍的な物語として構成されている。 この作品はそのまま国語教材として採用され、1937年、昭和12年から1947年、昭和22年まで稲村の日と題されて掲載された。中江は1945年、終戦を機に、日高軍切目小学校長を最後として、教職を退き、主犯店の経営に当たるとともに、南部町長会議員などの公職を務めた。 1987年、昭和62年9月には、国土庁から防災功績者表彰を受けている。稲村の日は、1937年、昭和12年観光の尋常小学校5年生用の国語教科書、小学国語特本巻10、第4期国定教科書、桜特本に掲載された。続く、第五期国定教科書、朝日特本の、 初等科国語6にも引き続き掲載され、1947年、昭和22年まで用いられた。地震学者の今村昭恒は、1940年、昭和15年に、稲村の日の教え方についてを表している。2011年、平成23年度より利用される、三村図書出版の小学5年西洋教科書、国語語銀河には、 100年後のふるさとを守るのタイトルで、防災学者の河田義明が書いた、浜口義平の伝記が再された。100年後のふるさとを守るでは、稲村の日の一部採録を行うとともに、そのモデルとなった、浜口義平の自席を紹介し、津波後の復興事業も含めて描いている。これを、稲村の日の64年ぶりの復活として紹介する、メディアもあった。稲村の日は、 浜口義平、五両の史実に基づいてはいるものの、実際とは異なる部分がある。これは、小泉役雲の誤解に基づくものであり、翻訳、採話を行った、地元出身の中井醸造も得て踏襲した。史実と物語の違いは、国定教科書採用時にも認識されていたが、五平の犠牲的精神という主題と、役も、中井による文章表現の美しさから、 安政南海地震津波の記録としての正確性よりも教材としての感銘が優先された。物語では地震動について今の地震は別に激しいというほどのものではなかったと書かれているが、浜口五両は地震の様子を出記の中でその激烈なること前日の日に日図、河飛び、壁崩れ、平倒れ、ゴミ煙空をふたふと記しており、宇佐美達夫は 広村の震度を5の6程度と推定している。地震の揺れ方や津波襲来前に潮が大きく引いたという描写は出版直前に起こった明治三陸津波から小泉、八雲がその示唆を得た可能性が考えられている。農村の高台に住む年老いた村長とされている五兵に対して史実の義兵はまだ35歳の指導的な商人で、その家は街中にあった。また、 津波の発生日が12月24日、新暦間散で真冬であり、義兵が燃やしたのは、稲穂のついた稲の束ではなく、脱穀を終えた藁の山。これも、稲村と呼ぶことがあるである。また、義兵が火をつけたのは津波を予知してではなく、津波が来襲してからであり、暗闇の中で村人に安全な避難路を示すためだった。稲村の火には描かれていないが、 義兵の異業は災害に際して迅速な避難に貢献したことばかりではなく、被災後も将来再び同様の災害が起こることをもんぱかり、資材を投じて防潮堤を築造した点にもある。これにより広川町の中心部では昭和の東南海地震、南海地震による津波に際して被害を免れた。浜口五良式に記された概要は以下のようなものであった。 11月4日、1854年12月23日4つ、時、9時過ぎ頃に、強震、安政東海地震があり、古いアンダーと海岸で異常な潮の動きがあり黒い、高波が現れた。大震の後は、津波が来るとして、村民らを八万宮へ避難させた。5日。 1854年12月24日になり、海面が穏やかとなったため村民らは家に戻った。午後に村民2名が井戸の異常な水位低下を訴えで、何か地位が起こるのではと恐れていたところに夕方7つ、時頃、16時頃大振動がありしばらくして静まった。村内を巡視する際、西南方向から巨峰を連発するような響きが数回あり、 海岸に行ったところ未だ異変が認められなかったが、心を休める糸間もなく、土頭早くも民国を襲うと、叫びがあり、失踪する中激浪が広川を遡り人化が、崩れ流れていくのが見えた。自らも瞬時に潮流に半身を没死かろうじて、丘陵に漂着すると、背後には、押し流されるもの、流罪に身を寄せるものと、悲惨な光景が広がっていた。 一旦八幡宮に行くと悲鳴を上げて親、子、兄弟を探す声が溢れ、日が暮れ奏者14名と共に松松を焚いて、救助に向かうも流罪が道を塞ぎ歩行を妨げて、いたが、14の稲村に転化して安全な地を表示したところ、これを頼りに万死に一生を得た者が少なくなかった。しばらくして、八幡神社近くの一本松に引き上げた頃に、最大の激老が襲来し、 火のついた稲村が漂い流されていく様子を見て、天才の恐るべきを感じさせられた。日本において、津波に関する物語のうち広く知られた作品である。発生が予測される東南海地震、南海地震などでの津波災害に対する防災意識を喚起する物語として注目されている。2003年、平成15年3月に和歌山県で開催された。 西太平洋地震、津波防災シンポジウムに際して、気象庁が、稲村の日に関するパンフレットを作成しており、インターネット上で公開されている。なお、物語の中で取り上げられている、異様に潮が退りく、井戸の水位が極端に下がるといった現象は、津波の前に必ず起きるものではないが、津波が発生するときに見られることがある、特異像の一つであり。 もしそのような現象を確認したら直ちに避難することが望ましい。小泉役もの著作によって、この物語は日本国外でも知られている。1993年頃、アメリカ合衆国コロラド州の小学校では、稲村の日を英訳したザ・バーニング・オブ・ザ・ライス・フィールドが副徳本として使われていた。 2004年のスマトラ島沖地震では津波による大きな被害が発生。2005年に神戸市で開催された世界防災会議で稲村の日が紹介されて各国の防災担当者から注目された。アジア防災センターではアジア地域における稲村の日普及プロジェクトとしてアジア8カ国で用いられることを想定したベンガル語、ヒンディー語、タミル語、ネパール語、英語。 シハラ語、タガーログ語に訳したテキストを配布している。2005年1月、インド洋打つ派を受けて、ジャカルタで開催された、東南アジア諸国連合緊急首脳会議で、シンガポールのリーシェンドン首相が、当時の小泉純一郎総理大臣に、日本では小学校教科書に、稲村の日という話があって、子供の時から津波対策を教えているというが、事実かと尋ねた。 しかし、小泉純一郎は、戦後世代なのでこの話を知らなかった。東京の文部科学省に紹介した際も、誰も知らなかったということである。2015年12月4日、国連総会第二委員会は日本を含む142カ国の提案により、この逸話の元ととなった11月5日を世界津波の日に制定することを全会一致で決めた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。